はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回は、堀口恭司、驚愕告白、朝倉未来弱い、コナー・マクレガー、腰が低い、朝倉海、イージーファイト、柴田八百長あり、夏川天心ずるい、についてです。皆さんもう買っていただきましたでしょうか。イージーファイト、堀口選手の、まあ、自伝のような本になるんですけども、これもカテゴリー別で1位、ベストセラーになるなど売れています。ぜひお買い求めください。まあ、この中でも面白かったエピソードがありますので、これを聞いてそのまま書店に、もしくはアマゾンをポチッとしていただければ幸いです。まず、これは僕初めて聞いたんですが、コナー・マクレガー腰低い説です。と、メガネをかける忘れてました。で、コナー・マクレガーは、まあ、傍若無人の振る舞いでトラッシュトーク、そしてバスを襲撃するなどやりたい放題です。バーで老人を殴ったりとか、いろんな事件を起こしてます。そんな中、実はコナー・マクレガーは腰が低いっていうことを多分初めてじゃないでしょうか。告白しているのが堀口恭司選手です。で、堀口恭司選手は自分はいわゆるトラッシュトークと呼ばれるような相手をずすって試合盛り上げるようなやり方が得意ではないし、好きではない。でも、こういうのをやらないといけないのかな、そんなことも考えてた。とのことです。まあでも自分はできないっていうことですね。確かに UFC ファイターでも特にコナー・マクレガーはそれがうまいなと思う。ただあれだけ相手を罵ってても裏では全然ペコペコしていられるマクレガーは違和感を持っていたということなんです。実はコナー・マクレガー傍若無人に振る舞ってますが、裏では普通の人で逆にもペコペコしてたそうです。ですので、まあ二面性があるのではないでしょうか。さすがにトラッシュトークだけでバスを襲撃もできないでしょうから、感情的なる部分とただしっかりと真摯な部分があって両立しているからこそ熱狂で巻き込んでるかもしれません。ただマクレガーが普通の人、ちゃんと冷静なペコペコした腰が低い部分もあるっていうのを知ったのは面白い収穫でした。で、次に面白かったのが柴田八百長ありについてです。これも柴田八百長衝動、まあ、これは雷神において柴田選手がサラクボチャンネル久保優也選手に八百長を持ちかけたという話です。で、これは詳細は把握しないけど買ったのは柴田さんだった。正直言って自分的にありなんじゃないかと思った。というのは、まあ、ありっていうのは八百長がいいっていう意味ではないです。たとえ八百長の誘いがあったとしても、それに付き合ったり騙される方が悪い。自分がいるのは真剣勝負の世界だから、どんな手段でもあれて勝てばいい世界であること間違いない。賢くてずるいやり方とも言えると思う。ただシンプルに八百長持ちかけられたとしても、ふんふん聞いてるふりして真剣勝負しかやらないので、結局は真剣勝負で勝つだけだっていう話です。ですので、まあトラッシュトークにしろ、まあ、駆け引きにしろ、試合前から始まってます。その中で惑わされずに真剣勝負すればいいだけだ。まあ、柴田は面白い作戦だったということです。で柴田容疑者選手が例えば堀口選手とやり取りやってるそうです。で、それを柴田容疑者選手が公開することも知ってるそうなので、堀口選手はそれを踏まえた上でもう LINE とかのやり取りもしてるそうです。ですので全部が、まあ、プロレスではないですけども、俯瞰した目で見て真剣勝負すればいい。で、駆け引きとして八百長持ちかけるのも別に悪くはない。結局はリングの上は真剣勝負だからという意味です。そこに惑わされて付き合った方が悪いということですね。で、次に夏川天心ずるいなんですけども、これもびっくりしました。まあ、夏川天心選手は言ってみれば、まあ、子供のヒーローであり、まあ、いいもの法なんですけども、実際は言い方が間違っていたら申し訳ないけども、誤解を恐れずに言えば天心君には成功法のスキルだけではない、どちらかといえばずる賢い側面を持っていると思う。で、もしかしたら無敗というのはそういうことかもしれないけど、まあ、トップになると成功法だけ勝ち続けるのは難しくなるので、ずるい一面もないとダメだ、ダーティーな一面もないとダメだということです。まあ、これはどういう意味かちょっとわからないんですけども、まあ飛び十字ではなく、あの回転の膝、回転のかかた蹴りみたいのですとか、何かしらギリギリ反則近いものをしながらでも勝つという意味合いかもしれません。このずるさを、まあ、感じ取っていたのがやっぱり堀口選手の感性ではないでしょうか。で、天心武尊戦も最初の58キロ契約、そして62キロまでしか戻してはいけないということ時点で、もうこれは天心選手が勝つっていうのは堀口選手は分かってたそうです。もうここまでガチガチに筋肉削ってやった状態でもコンディションの差があるので、天心選手が有利なことは間違いないだろうということだと思います。この天心選手のずるさを言及したのは、もしかしたら堀口選手が選手として初めてかもしれません。まあ、メイウェザーにしろ、天心選手にしろ、無敗の王者というのはずるさがないとやっていけないかもしれません。ただそのずるさがなくて超人的な強さのなのがヌルマゴメドフだったり井上尚選手だったり、そこはもう神の領域に近いかもしれない。まあ、これは僕の勝手な意見ですけども。そして朝倉海イージーファイトについてです。まあ、これも僕はもう散々言ってますが、朝倉海戦勝ちました。朝倉海の方が。で、朝倉兄弟がスターになりました。で、なぜか朝倉未来が戦略考える得意だからということで朝倉未来までスターになりました。これはもう、まあ、みんな過去とは知っている話だったんですけども、
もう堀口選手は怪我で試合できない状態だったんです。で、断ってるんです。今まで試合を断ったことはなかったそうです。堀口選手はいわゆるまあ美味しい相手じゃないとかそういうので断ったことはなく、ただただ体がもう限界で断ったんですが、説得されて、まあ言い方悪いですけどちょろっと言ってるのが、もう堀口選手が出ないとスパンスもつかない、どうしても出てくれ、いわゆる雷神の存亡に関わるから出てくれぐらい言われて強引に出たんです。で、もう正直書いてます。はっきり言ってほとんど練習らしい練習はすることができなかった。もう体が良くないので練習すらできない状態で出て、で僕は違う記事で読んだのは1ラウンドしか持たない体だったらしいです。だから1ラウンド倒しに行こうと思ったらカウンターで倒されたということなんです。ですので、まあこれは試合する前から負けてたと言ってもいいでしょう。で、そこで朝倉海平がスターになり、で残念なのが朝倉海平を堀口選手勝ったという事実だけが出てきて、めちゃめちゃ強い選手だということで堀口貯金で佐々木ウルカ選手が負け、オキチャレルが負け、ただ実力が分かっているマネルのケープや堀口教授選手のリターンマッチはもう秒殺されてます。ですので、いろんなことを朝倉兄弟はそこからいろんな話を聞いたそうです。堀口選手でちょっと悔しい思いをしてたそうです。でリターンマッチで、まあカーフ4発、自分はほとんど無傷でカーフ4発、もう実力の差が、圧倒的な実力差があるのか示せて、どうだイージーファイトだろうっていうことを、まあマイク・ブラウンに言ったっていうのがイージーファイト、まあ本意です。別に朝倉海平に向かって言ってるわけじゃないです。イージーファイトだよね、マイケル・ブラウン、マイク・ブラウンということです。で次にこれがびっくりしたんですが、そのイージーファイトの時の記事で、で朝倉海平が、まあ、控え室でもう一回お願いしますって言われた時どう思ったか、で再戦と言ってくるのがある意味すごい、実力差が分かってないんだなと思いましたとコメントしたそうです。まあそれはそうですよね。1戦目は試合前からも試合練習もできなかった状態で負けた、まあ、自分がしょうがないの責任です。で2試合目は余裕で勝ってるわけです。カーフキック、まあ、10回って10回勝つような内容です。で打撃戦じゃなくて寝技に持ち込めばいいわけですし、であと記者の方が兄のミクル君が弟の借りを返す契約退治でやろうと言われたらどうしますかって質問した時に、やらないっす、かっこ笑い、それこそメリットが何もありません、はっきり言って弱いしやる意味ないですよと答えた。これもかなり批判を食らいました。でまあカイピョンが実力は分かっていない、ある意味すごいっていうちょっと皮肉というかニヒルな感じで言って、あとは朝倉未来選手をはっきりと弱いって言ったんです。でこの時でも朝倉兄弟最強だすごいって言われてたので、朝倉未来は弱いっていうことを思ってる人はいなかったそうと思う。まあ僕は言ってましたけども、朝倉未来の本当の実力についてはでかなり批判があって、でしかもその批判が堀口選手が言ったんじゃなくて記者が悪いんじゃないかっていう批判になってしまったので、で僕もああそうなんだかなと思ってたところ、実はというのは自分は正直申し訳ないことをしたと思った、というのは自分がそんな内容を話したことは事実だから、これ事実だらしいです。ただニュアンスとしては冗談っぽく話したらしいです。まあ、本心であるものの冗談っぽく話したら記事にしたらちょっとこう冷たく辛辣に聞こえたということだったらしい。でしかもこういった内容だからマネージャーがちゃんとチェックして、まあ、削除するのかなと思ったらそのまま出てしまったということらしいです。ですのでまあでもこれは今思えば朝倉海平の実力、朝倉未来選手の実力をちゃんと堀口選手が分かってたということだと思います。で世間の評価が高すぎてそのギャップで、まあ、批判記事みたいになったかもしれませんが、で朝倉未来のことに対しても萩原恭平戦でもその試合見てもう秒殺で、あ、ミクル君寝技うまくないね、でまあビジネスができる YouTuber みたいなことを言ったのです。だからもう堀口選手が見れば寝技のレベルが高くないことがすぐ分かったのです。だから弱いってことは分かったんです。ただ日本人選手は朝倉兄弟に対して強い強いと思ってもう幻想の時点で負けてたという話でしょう。ですからクレベル選手やケナモン選手や斉藤豊選手のような本当実力があったりする選手は勝てるのです。でこの朝倉未来君の試合にしても萩原恭平は今まで負けたのは全部一本負けでした。鈴木千尋にさえ一本負けしてるのです。でも一本決めなかったのが朝倉未来君なので本当に未来君の寝技のスキルは低い、そしてケナモンに秒殺、クレベル選手も負けて寝技ができないっていうのを分かってたのは堀口恭平選手ということで、というような驚愕の事実等々載ってますので、まだまだ面白いいろんなエピソードがあります。ですのでぜひとも皆さんお買い求めください。以上となります。ありがとうございました。で今週末は某格闘家とコラボするかもしれませんし、その内容はライブ配信で話しますので10時日曜日ライブ配信ご覧ください。それではさよなら。